ございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日は、昨日からですね、今日が、2月20日で、昨日19日の、まあ、日本時間で夜からなんですけれども、 F1 のテストが始まりましたね。まあ初日なんですけれども、トロロッソ、今はアルファタウリがもう当然レッドブルも順調な滑り出しというか、トラブルがそんなになく、両チームもかなりの周回数走っていたので、ちょっとほっとしたっていう気持ちがありますね。やっぱりこうホンダ復帰してマクラーレン自体がトラブルばかりでほとんどテストが走れなかったってい う、 こうトラウマみたいなものが僕自身ちょっとあるので、こうしっかり周回ができたっていうのが僕自身はものすごくこう嬉しいというか、安心するというかですね。なのでこう作ってる人たちっていうのは、もう初日の緊張感っていうのは多分すごいんだろうなと思いますよね。だって冬の間ずっとこもりきりでこうテストっていうか、そのものづくりをしていて、その生み出されたものっていうのがこう練習して走る期間っていうのが、去年は全部で8日間あったのが今年は6日間しかないわけですよね。で考えるとその1日の重さっていうのはすごいんだろうなと思います。で、レッドブル初日は、フェルスタッペがテストをハンドルを握っていたんですけれども、個人では最多周回で、チームの周回でもメルセデスとほぼ同等の周回数を重ねていたの で、 でタイムはやっぱりハミルトンが初日早かったみたいですけれども、でタイヤも一つ硬いので早かったので、やっぱり今年も、ね、メルセデスは速いというような初日の印象を受けたんですが、まあでも初日なのでね、まだ全然タイムというよりはこう走行距離を稼ぐで、要は信頼性、要は走行距離がどれぐらい走れるかっていうテストもやっぱり必要だと思いますので、たくさん走るっていうことが必要かなと思いますので、まあ、そう考えるとね、168周ぐらい走ってたのかな、まあまずまずな滑り出しじゃないでしょうか。で、アルファタウリも首跡がハンドルを握っていたんですけれども、こちらもタイムはレッドブルに次ぐぐらいのタイムだったのかな、なので順調なのかなと思います。でアルファタウリの第一印象かっこいいですね。こうモノトーンというか、こうシックな色の中にホンダの赤のマークがワンポイントでポンとつく、あれ結構かっこいいですよね。でかっこいい車はやっぱり速いと思いますので、今年はやっぱりアルファタウリかなり期待できるんじゃないかなと思います。どうかしたらこう表彰台にちょこちょこ乗ることが、去年は2回登ってますけれども、今年もちょこちょこ表彰台争いっていうのがあるんじゃないかなっていう、こう密かな期待を持っているんですよね。まあどちらにしてもね、こう F1 の開幕楽しみで仕方ないんですけれども、あともう一つ気になるのがですね、マクラーレンの車なんですね。でなぜ気になるかというと、こうジェームス・キー、要はトロロッソに去年一昨年ぐらいまでかないたデザイナーなんですけれども、その人がこうゼロからなのかよう分からんですよ、作った車っていうのはやっぱりちょっと興味がありますよね。こうトロロッソをあそこまで強くしていったジェームス・ティーがマクラーレンをどう変化させるのかみたいな形で、まあ、シンプルなデザインになっていたんですけれども、やっぱりそのシンプルさがこうどう出るのかっていうのはやっぱりちょっと楽しみの一つではありますよね。ただこう残念なのは、まあ、新型コロナウイルスで F1 の中国グランプリがどうなるかちょっとわからない、まあ、延期は決まったんですけれども、他にこう日程を入れるところがないから、もしかしたら他のグランプリに変わるかもみたいな話になってるんですが、やっぱりこう目に見えないウイルスっていうのは脅威ですから、やっぱりこう正しい判断なのかなと思いますので、まあね、楽しみにしていた方たくさんいると思うので、それはちょっとやっぱり残念かなと思いますけれども、まあ仕方がないことなのかなとも思います。ということでね、F1 開幕来月ですね。こうまあテストから結構結果を見て毎年楽しみにしてるんですけれども、今年は特にこうやっぱりホンダエンジンが一昨年よりも去年よりも今年みたいな形で良くなっているような印象がありますので、こうホンダエンジン、ホンダの車乗ってる人間としてはやっぱりこう楽しみで仕方ないっていうのはありますね。でその F1 技術が市販車にどう生かされるのか、まあそこまで行くと市販車に生かされるのってこうどんなレベルなんだろうと思いますけれども、まあそれでもね、やっぱりこう楽し今後のホンダの車作りっていうのも楽しみになりますよね。
ということで、F1 の開幕が待ちきれずにうずうずしているカズヤの孫でした。それでは今日は F1 の話をしてみました。多分この動画をアップする頃には2日目のテストが始まる頃の時間じゃないかなと思いますので、またね1日遅れにはなりますけれども、勝手にこう個人的な感想を述べさせてもらいたいと思います。あとフェラーリがやっぱり最初はこうどうあったか爪を隠すじゃないですけれども、なんとなくこうテストの時って毎年こう下に沈んでるけど蓋を開けてみたら早かったみたいなこともあるんですよね。ただ早かった翌年はフェラーリなんかこう暴転してちょっとスタート出遅れるっていう傾向もありますので、去年後半早かったので今年はどうなのかなと。でエンジンもやっぱりいろいろねこう疑惑があったので、その疑惑を払拭するためにこう使えない技術っていうのがもしあるのであれば、こうフェラーリエンジンもなんかちょっとこう怪しいかなという気もしますし、もうやっぱりメルセデスは速いで、レーシングポイントが上位についていたので、やっぱりこうなんかねハマると速いんですよね。なのでまあいろいろ楽しみが尽きないですけれども、まあ結局はねオーストラリアに車側を持って行ってこう予選を走ってみないと最後までわからないですもんね。大体オーストラリアの予選や練習走行まではみんなこう手の内やっぱり隠してますもんね。で予選のこう最後グリッドを決める Q3 で本領発揮みたいなところがありますので、やっぱりメルセデス早かったっていう展開になるのか、それとも今年はホンダが強いぞという展開になるのか、やっぱりフェラーリ去年の勢い残ってるっていう形になるのか、それともジェームス・キーが作ったこうマクラーレンがついに復活みたいなこともあるかもしれないですよね。まあいろいろ楽しみがありますけれども、3月を楽しみに、まあ今日明日までが1回目のテストで、また来週が2回目のテストありますので、まあその結果を見ながらね、こうワクワクしながら開幕を待ちそうと思います。それでは勝谷の孫でした。ありがとうございます。失礼します。